キャンプ、ザマ全域の空中写真。敷地北部にキャスナー飛行場、敷地南部にリトルペンタゴンが見える。画像上部3分の1は1989年撮影の2枚、画像中下部3分の2は1983年撮影の4枚、合計6枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。キャンプザマは、 神奈川県ザマ市と相模原市南区にまたがるアメリカ陸軍の基地ザマキャンプとも呼ばれる在日米陸軍司令部、米陸軍第一軍団司令部などが置かれ在日米陸軍の中枢部としての役割を果たしてる管理部隊は在日米陸軍基地管理本部司令部など主要施設はザマ市側にあるが機材整備施設や住宅地ゴルフ場等を含め基地面積の 約7割は相模原市側に位置している。陸上自衛隊も敷地内の一部に駐屯し、在日米陸軍との連絡調整を担う日米共同部が設置されている。また、国連軍地位協定により、国連軍が施設、区域を使用することもできる。キャンプザマの信号棟で作業を行う米空軍兵士現時点では、陸軍の実力部隊は駐屯しておらず、 司令部のみの平坦基地であるが極東有事の際にアメリカ本土の部隊を受け入れるための施設が整備されている。キャンプ内に580メートルの滑走路を有し UH-60L を運用している。もともとこの地には1937年に東京から移転してきた宮帝国陸軍の士官学校が存在し、敷地の名称もアイブダイと呼ばれていた。 第二次世界大戦における日本の敗戦により、アイブダイは日本を占領する連合国の一国であるアメリカ軍に接収されたが、当初は弊社と倉庫施設程度のものであった。しかし、横浜市中心部の米軍施設を郊外に集約することによって、横浜の公安機能を米軍から取り戻すために、1950年代前半に日本政府が思いやり予算で、 キャンプザマの整備を進め、次第に今日のようなアメリカ陸軍の中枢拠点となっていった。2005年の在日米軍再編合意は、在日米陸軍司令部の能力は展開可能で統合任務が可能な作戦司令部組織に近代化されると明記した。具体的には、米ワシントン州フォートルイスの米陸軍第一軍団司令部を移転するとされた。その後、 2007年12月19日に、広報支援を担当してきた第9戦域、支援コマンドを再編の上、第1軍団前方司令部が設置された。前方司令部の長は在日前陸軍司令官であり、第1軍団副司令官を兼務している。なお、第1軍団は、アメリカ西海岸からアジア太平洋地域を担当、予備役を合わせて4万人規模の軍団であり、 アメリカインド太平洋軍の指揮下に入る。司令官は中上クラスで将来的に在韓米軍の陸軍を人用縮小の上参加に組み入れられる予定。また同行為には陸上自衛隊の専門部隊を一元的に運用し、緊急即応部隊の指揮を取る中央即応集団の司令部も移設し、これによって 日米司令部間の連携を強化すると明記されており、2013年3月26日に実施された。4レターコード RJTR 近年、鉄筋を組んで作られた完成塔が老朽化のために取り壊され、代わりに鉄筋コンクリートの完成塔が敷地内に建て直された。詳細は、ザマ中屯地を参照キャンプザマには、1954年から、 横田飛行場に移転する2007年11月2日まで国連軍広報司令部が存在した。詳細は横田飛行場国連軍広報司令部を参照。これらの店舗は PX と胸続きの建物に併設されている。アメリカ陸軍軍人ロドニーヤノにちなみヤノフィットネスセンターと命名されプロボクシングや新日本プロレスの工業に使われることもある。 かつてのザマ NDB は、相模原市の相模総合補給場内にあった2008年9月25日に廃止。敷地内に存在するゴルフ場は外部の相模原市立、愛部体中学校と隣接して設けられている。5番ホールから打ったボールが学校敷地に落下する事故が頻発しており、怪我人も出たことから、相模原市ではこのホールの利用停止など、 抜本的な解決策を取るように申し入れている。また、小北京職員組合は、ゴルフ場の閉鎖を求め要望書を提出している。年に数回、一般開放され、各行事を楽しむことができる。いずれも、正面ゲート並びに4番ゲートを一般に開放し、徒歩でのみ入場が許可される。ありがとうございます。